はい、皆さんこんにちは。今日のねサブチャンネルですけど、今日はねこちらの MH23 のねワゴン R ですね。でこちらのねワゴン R ですけど、マフラー交換をします。であとねベルトの交換を一緒にします。マフラーがね納期が2ヶ月ぐらいかかったかな。結局まあ最終的には1ヶ月半ぐらいできたのかなって思いますけど、まあ、そちらの方をね装着していきますので、皆さんご視聴の方ねお願いします。はい、で今回取り付けするのがねこちらですね、柿本会のマフラーになります。ちょっと開けてみましょうかね。こういうなんかカードみたいなのねついてます。こちらですね、こういう風に入ってますけど、テール部分がですね、よいしょ、こうか、こうですね、テール部分がね、こういう感じの、まあ、日本ダッシュのオーバルみたいになってるんですよ。で、ここはちょうどなんか刺さるっぽいような作りかな、こっちかな、まあ、なってますね。ではまずはねこの結合部分ですね、ここのねボルトを外してやってですね、はまってる輪っかみたいなやつをねずらしてやれば外れます。はい、そしたら次こういうねマフラーブッシュですね、そちらを外していくんですけど、まあ、こういうね これはねブルーポイントが出してるやつなんですけど、まあ、こういうマフラーブッシュ外しのこういう風にねなって使うんですけど、ちょっとまあ使ってみましょうね。こんな感じでね使うんですよ。まああらかじめねラスペネとかを拭いておくとまあ楽ですね。はい、じゃあねマフラーどんどん外していきますね。でまあこのねブッシュ外しですけどね、こちらがあるとやはりね作業性が全然いいですね。これのねあるのとないのとではもう全然ね作業のね進捗具合変わるんで、こういう工具ねまあどこのメーカーでもいいです。安いところでもねこういうの出てるんで、こちら持っとくと非常に作業効率がいいんでですね、まあ、こんな感じでねすぐパパッと外れるっていう形でね非常に便利な工具ですね。はい、じゃあね今からこちらをつけていきます。でこちらのねガスケットをここにねはめてもらって、そしてねここにマフラーをはめると。でマフラーがねちょっとはまりがね入りにくいっていうか、まあ、結構キツキツで作ってくれてるんでね、ここら辺をねプラスチックハンマーとかで叩いてやると入っていくんで、であとはもうこちらを締めてやれば終わりです。はい、じゃあねマフラー出口の方のね取り付けですね。でボルトの方にねコンパウンドみたいなの塗ってるんですよね。要はガジリ防止のねやつで、駅マニだとかねマフラーとかねそういうところに使うやつでね、まあ熱に強いグリスみたいなイメージですね。やっぱりこういうねマフラー駅マニ系はねボルトがね結構錆びてくっついちゃったりするんでね、こういうのをやっておくとまた脱着の際にねボルトが折れたりっていうトラブルがないんで、そういう風にしてから取り付けすると後が楽ですね。はい、装着のね終わったマフラーこんな感じですね。こうなってね、でこういってこういう風になってます。で出口はこんな感じでねオーバルタイプですね。まあ、装着してね、まあ、見た感じはこういう風な見た目ですね。それではねちょっとエンジンをかけてねマフラー音を聞いてみましょう。はい、じゃあねこちらのベルトの方をね外しますね。まずねこちらのねエアコンのベルトかな、これはコンプレッサーベルトですけど、ねこの真下から見た時にちょうどここですね、こことここの2つを外してもらう、外すというか緩めるんですけど、あとねそれの上側にねちょっとここからじゃ見えないんですけど緩めてね、あと調整するところがあるんでそちらの方を触ります。でこちらですけど、このオルタネーターがあるんですけど、ちょうどねここですね、ここを緩めてここの対角線上の上側にもねもう一本あるんで、そこを緩めてあと調整を緩めてやればっていうところですね。それではねやっていきましょう。はい、外したねエアコンのベルトです。ちょっと分かりづらいんですけどね、まあ若干ひびがね入ってますね。まあ替え時だったのかもしれないですね。はい、で外ベルトのね交換が終わりました。まあ、こんな感じでねバッチリ交換してます。
で次はねオイル交換をしていきます。でまあドレーンをね緩めたらこういう風にマグネットでくっつくのでね、あの外してやると、まあ、手が汚れずにね圧用もせずにっていう感じで外れます。そしてね次はエレメントですね。エレメントの方を外していきます。こちらもねこういうカップがあるんでここにはめてやると手も汚れずにっていう形でねエレメントを外すことができます。ね、ちょっとまあオイル変えながらね気づいたことがあって、まずですねここの LLC なんですけどもう入ってないんですよね。でねまあラジエットキャップがね、まあ、見た感じもう古そうな雰囲気は全然出てるんですけど、ここのねこれ動画じゃ分かりづらいと思うんですけどね、おそらくねこれラジエットキャップが漏れてるっぽい感じですね。ちょっと垂れてる跡があるんで、ですのでねちょっとキャップ交換とねあと LLC を継ぎ足しですねをやります。はい、じゃあこちらのね器具にねラジエットキャップをつけたんでね、さっきのちょっとどんなもんかコンマ9までね上げてみてねどうなるか圧が入れてるそばでねシュッシュって言ってコンマ9までねこの圧が上がんないんですよね。上げるともうすぐ下がるんで、やっぱりねキャップダメですねこれ。はい、じゃあね今からちょっと試運転がてらね、まあどんなもんかマフラー音ですね、まあ今音が聞こえると思いますけどちょっとベタ踏みしてみます。どっちかっていうとねマフラー音よりエンジンの音がなんかここだと聞こえるのかなって雰囲気もありますけどね、まあこんな感じですね、まあ、動画でどこまでこれが伝わるかっていうところなんですけど、もう一回行きましょう。まあこんな感じですね。まあどうしてもねマフラーが特性上やっぱりそこまで音が大きくはならないのかなっていうところもあるんでね、まあ、こういう感じかもしれないですね。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。まあこの MH23 の、まあ、マフラーの取り替えであとベルト交換と、まあ、オイル変えたっていう流れですけど、まずはねマフラーですね、まあ柿本とかみたいにねいいメーカーだったら、まあ、基本的にねもうポンポンポンとつきます。よくわからないねまあ中国で作ってる感じのねメーカーのやつなんかはまあちょっとフィッティングが悪かったりとか、あとねやっぱりステンレスなのになぜか錆びるっていうのとかもあります。であとねまあこういう車はあんま関係ないんですけど、チューニングカーなんかで言うとねマフラーの取り付けするとこのフランジ部分っていうのがね分厚いフランジでくっつけるタイプと薄くて折り曲げて作ってるフランジがあるんですけどね、できればね分厚いフランジの方がいいです。折り曲げフランジはね熱でね後で開いてきたりとかしてもうすぐ排気漏れの原因になるんでね、だからチューニングカーなんかはねその辺のマフラー買う時のねフランジのね部分の作りなんかもよく見た方がいいですね。であとねまあオイル交換しながら LLC が入ってなくてねファンシュラウドの周りにねちょっと LLC がついてるなっていう雰囲気があったんで、キャップ交換ね圧測定もしたら圧が抜けると、で、ね、LLC も補充してっていうところですね。であとベルト変えてっていうところです。まあエアコンベルトが特に傷んでましたね。だからもしかしたらオルタネーターの方とかのベルトっていうのはまあ過去にねやっててエアコンベルトだけやってなかったのかなっていう気もするんですけどね、まあそういう感じですね。まあ音の方はねまあやっぱり車検に通るような車のマフラーで、なおかつねこういうね年式の車だったらまあそんなにうるさくないですよね。20年ぐらい前のね車の車検対応マフラーとかやったらそこそこうるさい音をしててもよかったんでねいい音出してましたけどね、まあこういう感じですね。まあ、見た目はねやっぱりこうね2本出しのオーバル形状でねまあかっこいいのかなとは思いますけどね。それでは今回はねこのワゴン R のマフラー交換でした。また次回新しい動画アップするまで皆さん少々お待ちください。